クロマニオンズ T シャツ。腰で。はあ、いやーもう最近うつで全然喋れない。くそ、悔しい。もっと喋りたいのに。別に無理してるわけじゃないんだけど。やんなきゃよかった。体力がもうねえからゼロだからさ。ね、途方もない 0.000000000 みたいなのがずっと続いてる感じだ。それくらい体力がない。ヒットポイント 0.000000 いっぱい続くみたいなさ。いやークッション2つね、置くだけでこんなやつが、そもそもクッション下から上に上げてとかいろいろあって、あー疲れた。あー喋ろうと思ったらちょうどよかったのにな。今日は風呂も入ってね、頭も洗ったんで、久しぶりに洗ったっていうか水でね、ワシャワシャしただけ。まあ2分間くらいワシャワシャして、水でワシャワシャするだけでも汚れって落ちるらしいのよ、なんか。それでワシャワシャしたわ。ああ疲れた。手帳欲しいな。あと 29% あと 29% で 100% です。全然充電あるって。マジでさ、久しぶりにまたね、白神山地の水買ったわ。べらぼうにうまい。やっぱね、めちゃくちゃうまいのよ。うん、本当は氷入れちゃダメなんだよ。なんでかっていうと、氷そのものがそもそも普通の浄水器で作ってるから、美味しくないね。やっちゃった、やっちゃったね。ボクチンやっちゃったよ。何言ってんでしょうね。でかいダンゴムシ、すごい、もうさ、超オーソドックダンゴムシ、超オーソドックスダンゴムシがガチャで当たってよかった。これでよくわかんない、キメイムシが当たってたらさ。いやーよかった、お前が来てくれてほんとよかった。全然こいつじゃ遊ばない。最近ね、メトロン星人とね、キングジョー買ったんで、あとなんかね、パイプも買ったんだよ、パイプってやつ、口につけるやつね。それをね、あんま出したいんだけど、そしたら未成年がね、タバコやってるぞみたいに言われるけど、やってないんですよ別に。俺そんな非行少年じゃないので、パイプをね、おしゃぶりみたいに加えて、いいなって思ってるだけです。はい。別に、大人になっても俺はそういうことをしてるかもしれない。なんでかっていうと、別に、タバコは別にいいかなって思うし、パイプめんどくさいらしいしね、結構、鍛錬が必要らしい。いや、鍛錬、慣れが必要なんだよ。下焼けってよくわからんが。なんか知ってるものをよくわからんがって言ってわからないやつのふりをすると思われたら困るんだけど、本当にわからないんだよね。さっき飯食ったステーキめっちゃうまかったけど、みじん切りにしたニンニクやったらめちゃくちゃ焦げた。ニンニク全部焦げたから、あーやっぱりニンニクはスライスしなきゃダメなんだなと思ったけど、スライスもなんかちゃうらしい。なんか俺が見たサイトと皮付きでニンニク使うとか言っててさ、青くちゃうかこいつって思ってます。鉄のフライパン欲しくなってきたけど、鉄のフライパンって手入れめんどくせえからな。でもなんかもう結局あれは水洗いもしなきゃいいらしい。水洗いもしないで汚れをやっていけば油がより効率的に染み込んでいくからいいよねみたいなことだな、多分。俺が最近茶を立てるの好きでさ、おばあちゃん家から持ってきたんだけど、おばあちゃんのがもうさ、何十年も前の茶せんでさ、もうボロボロで買ったらさ、頼んだらもうすぐで来ると思うんだけど。そして光一さんもさ、茶せんを買ってた。シンクロニシティじゃん。やっぱおもろいやつらはそうやって通じ合ってんだなって思います。ていうか単純にお茶ブーム来んじゃない？俺がお茶最近やり始めてるし、多分人間の潜在的欲求みたいなので、2020年はなんだかんだ言ってお茶立てたいなっていう気持ちがどんどん積まれていく。
そうして今解放されたの、2020年で。まあ、2020年東京オリンピック、日本らしさ出していこうみたいな感じで、日本らしさってなんだろうっていろいろみんながなっていく中のその一つがお茶だった、抹茶だったっていう、うん、でも抹茶を立てるっていうのはっていうじゃん。そしたら抹茶を練るっていう、でも練るって書くかっこよくね、練り上げられた陶器とかさ練るってかっこよくないって言った後に練り上げられた陶器って何、うん、って考えたらさ、念能力ってすごくね、めっちゃかっこよくね、初とか連とかさ、縁とかさ、やっぱ富樫先生すげえな。ビッグ富樫さん、あーもう滑舌が悪い、まあ、最近も脳みそが使えなくて鬱のせいにしてますが、あとねこれ映していいのか分かんないんだけどさ、汚いな、このジャンプのね付録あるじゃん、このジャンプの付録、これをね手帳に挟み込みました。めんどくさかったよ、なんかこういうのいいよね、うん、ま、絶対に手帳としては使わない、そもそも俺に予定がないから、うん、あーでもちょっとね中に入れすぎたなってのはあるけど、まあでもしょうがないでしょう、これは手帳欲しいな、手帳欲しくなってきた。ほぼ日の手帳買おうかな。ほぼ日の手帳買おうかな。手帳っていいよね。絶対に使わないけど、俺。で、スケジュールなんか一つもねえもん。この日は。土曜日にピザを頼む、水曜日に寿司を頼もうみたいな、そういう生活できたらいいな。いやドライヤーで乾かしたらさ、いつもなんか変なさ五右衛門ヘアみたいなんだけど、今日うまく決まったわ。決まりの基準は多分髪の毛が長すぎるだけ。超長くなってる、みんな見てほら何なんでしょうねこの時間は、うん、この時間何言ってもさ、羽島京志郎見てる時間何言ってみんなが思ってる中、さらに羽島京志郎のね生え際を見せてくる時間もっと何、怖えよ、時間が怖え、うん、そういうことをしているうちに、あ、時間なんて人が考えたまやかしなんだなみたいな、人が勝手に考えたちょっとしたルールなんだな、キモって思えるかもしれない皆さんはね何その思想が強いな、俺は思想が強いので猛攻も強くなってくれ、なんか強さと強さをかけるみたいなさ、言葉をかけたからって何にもならないのに何お前は言ってんだよ、あやめて、今鬱だから自分のことを否定しないで、かわいいよ、うんちうんちうんちって褒め言葉ないでしょそれは、ほらもうこんなギャグしかできない俺は、思いっきりね両手のグーをね、思いっきりって言うほど思いっきりじゃないくらいの力で握ってね、こうね止まるっていうことしかできない俺は。リハビリしなきゃ、でも動画でリハビリしたら絶対治んないから。あーまだ今日も6分8分ね、撮れてよかった、マジでね喋れない今精神が、わーもう本当に旅行行かなきゃよかったって言ったらお母さんが悲しむけどさ、でも本当に行かなきゃよかった、こんななっちゃうんで楽しいことできなくなっちゃうんだもん。でもなんか死は救済とかさ、死んだら楽になれるって言うけど死んだって楽しくないからね。確かに今すごい生きてるって辛いよ、辛いことばっかり、うん、働かなきゃいけなかったりさ、働いてなんか納税すんのにめちゃくちゃめんどくさいみたいな、クソじゃん基本生きるって、楽しいんだけどクソなんだよね、生きてるって最低で最高なんだよな、最悪で最高、うん、最低最高、うん、でも最高がないとずっと最低なんだよね病気で辛いとかさ、いろんな辛さがあるじゃん人間には、クソだわ本当に。でも楽しいわ、クソだけど楽しいな、やっぱ生きてるって。今日も美味しいステーキ自分で作って食べれたもん、めちゃくちゃレアだけど、うん、だからちょっと焼き方をね頑張んなきゃいけないね。
なんか二度焼きじゃなくて二度焼き製法とかしようかな。いや、それがステーキじゃん。そう、低温調理でやって美味しくしようって。わあ、低温調理器も欲しいな。お小遣いターメよ。ターメリック。ターメリックって何ですか？何ですか？ターメリックって何ですか？ね、ちょっと前までの、なんだっけ。あの人たちの漫才だ。何ですか？何ですか？髪型がすごいまともになったけど、俺は坊主にします。鬱なので。鬱なので坊主にするって、なんかガンだから坊主っていうか、あれ、抗がん剤のせいだから別に。なんで坊主にするかって言ったら、髪洗うのがめんどくさいのと、メガネかけるときのここが邪魔なんだよな。なのでもう、坊主にします。本当にね、父親にね、坊主にしたらなんかいつも一言もらうんですよ。髪切ったらね、髪切ったって言われるの、俺、お父さん嫌いすぎて、それも嫌なんだけど。でもさすがに坊主にする。坊主の方が楽だ。自分で坊主にするわ。はぁ。てなわけでね、チンポでした。嘘。やめたくないけど、やめなきゃ絶対に危ないってのはわかる。でもさ、俺今本当に精神状態がやばくて、やっちゃいけないけどやっちゃってる。だって中毒だから。うん。こういうことしないと、どんどんね、精神の治りは悪くなって。でも精神って治んねえよな。やっぱ病院に行かないと。でも俺病院に行けないんです。行きたくなさすぎる。スーパー行きたくない。トラウマと、めんどくさいのとか、いろいろが重なってもうね、何もできねえ俺は。まあ、チンチンだよ、俺は。なんかもう勢いでさ、買ってない分の僕弁の4巻買おうかな。4巻買ってねえんだよ。あ、4巻っていうのは4巻じゃない。最新4巻ね。新しいのから数えて4巻。うんちうんちうんち。ああ。ほら、こんなになっちゃいました。過去動画でも見てね、楽しんでやってくでっせ。暮らしえよ。あんま言いたくないな。方言ギャグってやっぱあんま好きじゃないんだよな。うん。俺方言で笑い取りに行く嫌いなんだよね。すごいね。あとイントネーションで笑かしに行くのも嫌い。俺別にわざとイントネーションやってるつもりないし。わざとやったらめちゃくちゃわざとやってるっていうか、変なイントネーションだなっていうか、そんなないのよ。なんかもうさ、そういうもん全部嫌いになってるわ。俺。まあ、ネガティブな話をするのやめよう。おっぱいって3つあったらめちゃくちゃ気持ち悪いけど最高じゃない？吸って両手で揉めるって。でもめちゃくちゃ気持ち悪いよね。やっぱおっぱい2つって黄金のバランスなんだな。さすが自然様。自然のデザインってすげえよな。黄金比ってやっぱ自然ってすげえな。自然由来のデザイン、自然が最強のデザイナー説ないか。神ってやっぱデザインすごいな。デザイン力、デザイナーじゃん。超一流の。すべてやること黄金比だもん。最強か。そうです、最強なんです自然は。ニコニコしてます。頭おかしくなっちゃって。え、なんだなんだ。 P さんがめちゃくちゃ940もリプ。怖っ。あ、リプ編するよとか言ったのかな。あ、リプ編か。やっぱびっくりした。なんで940もってた。すげえな。一番汚いくしゃみをした。クロマニオンズの T シャツで拭くなよ。別にクロマニオンズにね、唾をつけてるわけじゃないですよ。T シャツにつけてるだけなんで、崩壊しないでね、クロマニオンズのファンさんは。疲れた、本当に。何もしてねえけど疲れるんだな。ああ、なんか唐突にデモンエクスマキナのさ、スイッチのコントローラー欲しいわ。つけるタイプのあれ、ごついやつ。あれ、ほんと欲しいわ。もうね、今、物欲がおかしくなってる。俺はもう、鬱なので。肝鬱。鬱がすごいひどくなりました。最高です。もう最悪。辛いけど、美味しいもの食べると鬱でも結構いい。食欲はないんだよ。マジで。去年の6月からずっとね、ご飯食べたい、ご飯食べたいって言ってたんだけど、お母さんのね、借金がね、返せなくて、全然飯食えなくて、すごい辛かったんだけど、最近またね、鬱と、もうマジで鬱だからっていうのを理由にね、めちゃくちゃ食ってます。ずるいでしょ。もう、
俺ズルしてるんですよ。いやーでもほんとつらい、マジで何もできない。人間の習性的に夜だとなんかさ、行動ができないんだよね。何かやろうとすることがなくて、ただぼーっとしてるって時間が多い。で朝になるとさ、何かしようって思うじゃん、しようって思うじゃん、 しやすくなるじゃん。体がちょっと軽くなるっていうかさ、そのポジティブになるじゃん、朝になると日が昇ってくると。でもポジティブになった頃に俺、ね、寝るんだよ。昼夜逆転してる、昼夜逆転っていうか、まあ別にあの夜起きて朝に寝るみたいな、そういう生活してるんで。でも昨日はもう悔しくてしょうがなくて、俺こんなにやりたいことあるのに眠い、悔しいってなって、なんか12時くらいまで起きてました。嘘、12時、嘘、いや12時くらいまで起きてるかもしれない。で12時くらいまでぼーっと起きてた朝何もせずにね、それこそもったいないっていうか、眠いから体が動かんのよ。で今日も眠かったし、俺過眠症なんですよ。8時間9時間寝てもまだ眠いっていうのなんで、ちゃんと過眠症まあそんなことは、でもそんなに、うん、でも過眠症じゃないんだけど、なんか普通に睡眠時間はそこそこの長さでも9時間とか10時間寝た方がいいよ。人間寝れば寝るほど長生きするからね。多分あれでしょ、 VR 理論だよ。この世の中が全部 VR だとしたら、睡眠によって充電されてんだよってことを考えたら、それは充電する時間がなきゃね、人はよく動けないから、やっぱ寝なきゃいけないんだよね。俺はちゃんと寝るよ。本当は筋トレしなきゃいけないけどさ、うつの時に筋トレで、まあうつだけじゃないんだけど、まあ、気がめいってる状態でできないんですよ。スケジュールなんもねえけど手帳が欲しいな。昨日はめちゃくちゃしっかり歯磨きした。久しぶりに、何ヶ月ぶりだ、2、3ヶ月ぶりにマジ歯磨きしたわ。うん、いいね、マジ歯磨きした、歯がツルツル、あ、ツルツル、最高。あ、ラブ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 、キス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 。おかしいでしょ。いやでもまあ別にこんな感じでいいかな。これはまあ耳ほじらせてもらうわ。あ、気持ちいいな、耳ほじんの気持ちいいな。痛い。もう今辛いからもうどうしようかな。無料で作れるデビットカード全部作ろうか。頭おかしくなってます。てなわけでチンポでした。チンポ大義であったってやめたいところですけど、なんだかんだやめれない。もう別に喋んなくてもいいやって気持ちになるとより喋れんね、喉が。さっきもさ、氷の刃がさ喉に刺さってすごい痛かった。あれ喉が、あれやばい、喉の油取れた。なんで、あ、大丈夫かな。あ、大丈夫じゃない、チンチンだ、チンチン。返事がないですね。まあいいです、別になくてもいいよね。あ、返事別に小さいけどいいですって。おお、みんなね全然返事してないですけど、返事しなきゃいけないってルールはここにはないので、それでいいですって。じゃあ言うなよって、ね、思うでしょうね。でもね、返事はなるべく大きくしてほしいんですけど、別に2回目やるのってめんどくさいでしょって言ってる、この時間にやればいいでしょって思うでしょ。ダメなんですよ、僕は喋りたいんですみたいな、気持ち悪い怖えこんにちはっつってさ、あれ返事が少ないなって言うんじゃなくて、あ、返事少ないしね、返事の声もちっちゃいけど、まあ、別にいいです。あのムカつくよね、返事2回とか3回とかめちゃくちゃさせようとしてくるやつ、あれ強要罪だよね、ちゃんれっきとした犯罪だとは思うんですけど、まあでも今も僕が無駄話、つまんない無駄話をしてるっていう皆さんの時間を奪ってることも、とんでもない罪にはなると思いますが、私はみんなの時間を奪うのがね大好きでね、
これからもみんなに無駄に時間を奪っていこうと思います。どうも時間泥棒ですって。でもなんかよくわかんない中学校の先生が時間泥棒だどうのこうのって言った時はマジで腹立ってきたな。あれ、俺が引きこもってさ心身気めいってっけど一応テストするかって、そこそこでけえテストがあってやったけどさ、まあ俺はもうねもう何もできないっすからね。寝ること、人の寝る分を俺が寝てもらう仕事とかあればいいんですけどね。まあそういうことやりたいと思いますよって、技術が進歩したらみたいな。でそれはね丸々の本に書いてやった、時間泥棒なんだよって、そのなんだ自分の意思とか考えを持たない、なんだろうな、デクっていうかデク人形っていうかね、ああこいつ人間じゃないんだなっていう、ただ肉人形なんだなって思いました。やっぱ大人ってやっぱこんなつまんないやつもいるんだなって思いました。本読んでるのにおもろくないってね、知識の声だめか、な知識腐らせてんだよ。めちゃくちゃ悪口言ってる。でもこういうこと言うとあのねバレてめちゃくちゃ怒られたりして名誉毀損罪で訴えたりしてまためんどくさいことになるけど、でもおかしいじゃん。そういう大人ばっか見てるとさ、あ大人になりたくないなって思うよね。学校の先生9割つまんない人間だから、っていうか面白い大人は9あの大人9割がつまんないからな。9割の大人は面白くないんだよ、知ってた？1割の中のね その中の9割はちょっと面白い。でその9割の中のその 100% の中の 10% が面白い。その 10% が 100% だった時の 10% がうんち、あ違いました、あのめちゃくちゃ面白い大人です。めちゃくちゃ白飛びするわ。いや俺が一番嫌いなものって光漏れです。光で漏れるよねみたいなこと言ってる女が一番嫌いです。単純に光漏れって言ってるのが、ブライアンがなんだっけ、何々光漏れみたいなこと言った時に光漏れってなんだって思っちゃって、光漏れとも聞こえてなかった、光マリモみたいな、光マリモっていうのがあるのかみたいな、光もみたいなね、光のもみたいなね、光るもならマリモなのかなって思って、何言ってんだこいつって思ってから、そっから光漏れって言葉が嫌いで、最近になってねようやく、あれって光漏れって言葉なんだって思って奇書って思いました。奇書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 。まあね、そんなわけで人の悪口を言ってね、今日もいっぱい人の悪口言いました。まあでも別になんとも思わんな。これやったらすごい肘痛くなるんですよ。あと今日はなぜかね俺もうちょっと今頭おかしいので、ソルトミル、まあ、ソルトをこれガシャガシャする機械あるじゃん、その中の粗い塩全部ね細かい塩にしました。結構半分くらい、半分よりちょい多めくらいあったの全部塩にしました。はい、ムカついたのでね。そしたらなんか最後の1個だけ多分石と石同士をぶつけてなんかやってるっぽくて全然削れなくて、カスだなこいつって思いました。やっぱ安物なのでね。てなわけでね、皆さんもねお肉とかお寿司とかピザとか食べたら元気になります。はい、いや元気になりません。今それで生命維持装置ですが、ピザとか寿司とかステーキです。で、ね、焼肉とかさ俺好きじゃないんだよな。好きだけど、あー疲れた、うわービッグ乳首全然でかくない、細長いロング乳首じゃん。それはそれもどっちかっつうとロケット乳首だし、ピューンって乳首が飛んでるから。てなわけでね、坊主にします。なんでかっていうと髪洗うのめんどくさい、そのめんどくささから解放されたいのでね、
でもお父さんがね、スキンヘッドなので、スキンヘッドのお父さんって何って話なんですけど、スキンヘッドにしたいけどスキンヘッドにはしません。お父さんが嫌いなんで。かわいそうですね、お父さん。ああ、みじも僕は思ってませんが。まあ、坊主にしたいと思います。お父さん嫌い TV の羽島清志郎でした。でした。気抜いて喋ってると滑舌って悪くなるよね。いやー、でも今日もね、なんか20分くらい喋れたら、喋る気ない感じで喋ったらいっぱい喋れましたね。ちょっとね、もう辛い。今年は俺の年だっていうのは精神病になって、やっぱね、試練の連続。まあ、乗り越えますけど、俺は超人なのでね。って言ったらね、また試練が来そうな気がするので、ちょっと神様を挑発するのは、ちょっともうやめときますね。今まで散々挑発してきたのでね。今年はヒカキンさん曰く、編集はあんましてないけど、個性の強いやつが人気になるとか言ってる年で、俺じゃん。俺そのものじゃん。俺のチャンネル見て言ってんじゃん、ヒカキンが。俺人気にさせたいだけじゃん。っていう年なら、ちょっとしょっぱなからね、精神病がね、悪化して、多分悪化、精神のね、衛生環境がね、精神衛生がね、悪化してます。汚くなってます。より良くはない状態ですね。まあ、ずっと前からそうですが。なので、動画タイトルもつけれません。俺、精神がね、やばい時は、基本的に動画タイトルつけてないので。まあ、そんなわけで、これからも動画タイトルはまたつけるね。宝探しの時代ですね。あるんですよ。俺が昔は全然タイトルつけてなかったんですけど、また宝探しの時代が始まります。勝手に探してください。まあ別にでも動画上げませんか。上げるのめんどくさいので今上げません。まあ上がってる頃にはね、みんなが見てるってことは上がってるってことなんでね。でも結構時期はずれると思います。まあてなわけで、ね、やばいでした。まあ呼吸っていいね。ピンポンとテスコンキンクリートでも買おうかな。漫画でもその前に四つ葉とじゃなくて、四つ葉と電子版ないんだよね。めちゃくちゃムカつくね、ジジイがよ。電子版対応しろよ。なんか対応してないジジイいるの何？いいじゃん、師匠、お願いします。キュイーンビッグノーズ。まあ、悲しい一発ギャグでした。ほらってなんで言ったんだろう。あ、ちょっとほら、頭皮動いてるんだけど。髪が揺れてるだけじゃん。髪のこと頭皮だと思ってんの。まあね、髪の毛をね。うわー、前髪すごい。俺、前髪がこの世で一番嫌いです。でもね、ここでね、ジョキーって切ってってもいいんですけど、ね、前髪じゃないから。なんでこれ、キュリンキュリンってなってる。キュリンキュリンってこの絶妙なカーブをね。まあ、髪は坊主にします。っていうのは嘘でね。いや、本当です。坊主にしよう。でも坊主って結局伸びるからな。てなわけで、あざした。チンチンぶん殴り。チンチンぶん殴りー。そんな挨拶やだね。耳の汚れを取りました。まあひとまずね、区切らせてもらいますわ。区切りぎりでした。まあ、皆さんも元気ないときはね、いっぱい寝て、いっぱいお風呂入って、ご飯食べましょう。それもできなかったら、普通にね、カロリーメイトとかを寝ながら食べましょう。喉詰まって死んでも自己責任です。やっぱ美味しいご飯食べるとね、やっぱご飯が人をね、作りますから。飯が人を良くすると書いて食べるって言うのかって言ってるのがすごい、なんか頭ね あまり頭良くない人が言っててムカつくなと思って、誰かの受け入れをなんかすごいふーみたいなね、ドヤ顔で言いやがってって思って切れましたけ
なんかそれも俺がちょっと知ってんのがムカつくのよ。忘れてた頃にそれ言われるのが一番ムカつくわ。何でムカついてるか分かりませんが、カメハメハは右手が上なんだっけな、加藤純一さんが言ってました。視聴答えだね。いや左手上なんですよねみたいな感じで、そのマスコット悟空にこうやってたけど、全然マスコット悟空の右手が上で合ってるっていうね、オタクアピをしようとする。それめちゃくちゃ面白くね。オタクキャラで行きたいから嘘情報をさばらまくと俺最高だと思うんだけど、ショコタンさんおもろいな。冥王星一時期めちゃくちゃディスってたりするし。ってなわけでね、なんかビデオブログだね俺の動画。まあ日記ですねほぼ。でもやっぱ文字を書くといいし、なんかトラウマじゃないけど一日あったかとかとかで、俺ニートだから一日何もないんですが、小指をぶつけた、痛い、悪魔の実の能力者になれるんだったらゴムゴムの実になりたいな、うん、小指ぶつけても痛くなさそうだからみたいなの書かなきゃいけないし、今日は粉砕した氷を飲んで、入れた水を飲んでたら氷が喉に刺さった、すごく痛かった、氷って全然刃になるのになんで俺たちは口してるんだろう、氷を作る機械が壊れちゃったから俺はこんな目に遭ってるの、うざいな、別に壊れたわけじゃないんだけど、できる氷できる氷がめちゃくちゃ臭いっていう、うん、そのせいで氷を作る機械も臭いから冷凍室もめちゃくちゃ臭いっていう、冷凍室が臭すぎるから氷を保管するのもめちゃくちゃ臭いってことに気づいて、冷凍庫がうちには2つあるんですけど、そのもう片方に氷を入れるようになったら氷の味が安定してラッキーっていう、俺は日頃から脳みそを使ってるのが分かる行動が出てね、多分僕は発明家になると思います。どうも大天才羽島清志郎でした。チンチン、うんこもみもみしたら不快感が極まる、そんなことはせずに人工を桃をでした。まあ今日の日記何かな。今日はねすごい眠気にイライラした日でした。やっぱもうね、とあるインデックスがねめちゃくちゃ安くなってて、もう一気見したいけどね、とあるインデックスそこそこねもうアニメとかで見ちゃってて、はよ展開進め進め進めっつって、やっぱり一回知ってるものをまた見る、あの無理やり見るほどの苦痛ってないよね。だから俺リゼロ見れなかった。でもリゼロも買おうかな、安くなったらリゼロ買うわ、ブックウォーカーで、うん。本が歩いてる、面白、歩くキノコじゃん、なぜなぜ歩くキノコ、歩くキノコとさあブックウォーカーって友達だと思う、友達だと思うけどね、本の方がちょっと無理してると思う、胞子が飛んできてさってなってるけど、でもなんだかんだ言って歩くキノコがさ楽しそうにしてるから友達なんだろうな、歩く本は優しいな、ブックウォーカー優しいわ。てなわけで、何もないです。てなわけでっていうの好きなんです、終わらないのにね。てなわけでね、なんだっけ、てなわけで、おいとまさせてもらいますじゃない。ね。チンチンだっけ、あれ。多分ショック。精神ショックが強すぎて、語彙力が吹き飛んださ。あと、最近語彙を使ってないからね。あ、お後がよろしいようでね。お後がよろしいよう。なんか、脳を圧迫してるんですよ、最近。まあ、俺がエロい妄想、エロい妄想に集中しすぎて、絶対にね、手こきができないっていうね、自分でやること手こきっていうんだ、うん、できないんですよ、めちゃくちゃ面白いそれは、うん、妄想にギューンって集中しすぎてそれができないな、すごい面白い状況だなって、本末転倒で好きです。あと普通に空想ワンピースね、最近すごいですよ、全然言ってないですけど、東王がとうとうね東王拳を使ってね作りました。でね、名前が全然いいのが浮かばないんですよ、やっぱ陶器っていうのあるじゃないですか。まあ、説明は、多分俺説明してないからみんなわかんないですよ。今いろいろあってね、ジアスが宇宙を制圧したぜとか言って、うん。そしたらなんか、じゃあ宇宙の外行くぞって言って、
で、まあ、魔界を飛び出していったら、なんか、その、めちゃく、無人っていうね、やつ、無人族っていうね、無の研究をしてるじゃないですけど、まあ、極まった闇を研究してるやつがいるぞ。うわ、ぶっ飛ばす。ぶっ飛ばして、その、無限に広がる白い世界、白と黒の方眼の世界に変な化け物いる、ぶっ倒していくって言ってた後に、その階層の王、無限王がいると。で、そいつもぶっ飛ばした。で、やってるうちに、宇宙の裏側からその、天使たちがやってきて、うわーってなるけど、刀身がウェイウェイって言ったらね、倒したけど、その長のやつがめちゃくちゃ強かったよっていう。でも刀身が本気出したら真互角で、で、ジアスが来て、えいって言って倒して、うわーって言って、で、いろんな勢力全部集まったから、ジアス倒せ、わーって言って、ジアス、えいって言って倒して。で、そっからもう みんな倒しちゃったらつまんねーって言って、自分で世界作るじゃん。無限世界の、な、10階層くらいあるんですよ。10階層って、まあ、ここが宇宙ね。で、地獄ね。地獄もそのめちゃくちゃでかい宇宙、こうぐるん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 ぶんでね。ぐるん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 ぶんで。え、魔界はそのぐるんぐるんが2個です。ぐるんぐるん2個分で、そのぐるんぐるん2個をこう10個だん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 ってやっていった。そこら辺に、まあ、ここまで来たらいいだろうって。あと、その階層全部はね、ジアースの分裂、増殖ジアースが、満員で、めちゃくちゃ体を動かしまくってるっていう。その、ジアースの作ったね、めちゃくちゃダサい名前なんで、今見てめちゃくちゃ恥ずかしいんだけど、ゴッドコンボって技で、これはね、7つの大罪のデリエリカで取りましたが、その、拳を動かすっていう、この動作だけ。ていうか、もうちょっと動かすって、攻撃の意思を持って動かすっていうことをするだけ、自分の身体能力が2倍になるっていう能力です。それも絶対的。攻撃を外したらとかじゃない、もう動かすだけでいいみたいなね、バグ能力で、その増殖しまくって、もううわーって暴れまくって、なんかすごい、手の翼ってめちゃくちゃ気持ち悪い。翼の羽一本一本がこう手になって、手の指にここにまた手ができて、でで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 って動かして、で、体の細胞の中にはその球体みたいのがいっぱいあって、細胞の中にもっと小さくそういうのが潜んでて、この、こういう球体に手、こう手の、もうさらに手の手の手手手手みたいになってるようなのが、でででででででこれでいいんですよ。これで動かすだけ。これもパンチなんで、一応。ここがその腕に、手になってる。手が生えてるんで、もうこれ動くだけでパンチだし。この手で大きいのがパンチ。で、ちっちゃいのもパンチで、こうやって、ゲン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 って。で、ここもパンチで。わーって言って、そこら中にいっぱいジュラスがいて。で、あと実践訓練とかで、うおーって強くなったりとか。能力の上限上げるぞとか言って修行して。で、いっぱい、10階層先に、11階層目に、じゃあ、世界作っとこうって言って、じゃあ、待つわって言って。でも、時間のずれがね、外に行けば行くほど、ずれるんですよ。外に行けば行くほど、時間の流れっていうのが、なんつうんだろうな、早いんだよ。早いっていうか、遅いで、俺ちょっと頭悪くてわかんねえんだけど、早いんだけど、そこに行くと体もその速さについていけちゃう。ですよ。だから、こっちの世界での、10兆年がこっちの世界、一番真ん中の基準となる世界の、基準となる宇宙の1秒みたいな。こっちで1秒経つと、あっちでは10兆年経ってるみたいな。こっちで10兆年経ってでも、真ん中世界で1年。で、なんか、いろいろ、で、それの時間の歪みも無視した、そのジアース無線みたいので、なんか、大変なことになってるって言って、また暴れてんのか、行くわって言って、戻ってきて、ちょうど、経つかって言って。で、結構何十秒何分とかいっちゃったせいで、まあ、10兆年じゃないんです。もっと時間はずれてるんですよ。1000兆年くらい離れてるかもしれない。それでぼーっとしてたら、めちゃくちゃ文化が形成されてて、やべーってなって、そっから皇帝改編です。はい、いろいろありましたね。で、最近新しいキャラがね、もともといたってことにしました。そのジアースの世界のすごい RPG みたいなね、もうやり込み要素を気持ち悪すぎるくらい詰め込んだ RPG の作って、じゃあこの宇宙の一番強いやつ誰にしようって言って、覇王って作ったんですよ。そのまんまですよ。覇王色の覇王、めちゃくちゃ強いと。14大宇宙前、まあ、14大宇宙前にその光の神ってやつがいるの。その、まあ、裏の世界っていうか、まあ、光の世界のやつはそのことを表の世界って言って、宇宙の裏があるんですけど、そこで、それで実は創造神なんですよ。で、創造神の力を、光の創造神っていう、光に関する創造の力だけにギューンって圧縮っていうか、
制限してめちゃくちゃ強い力でじゃあいっぱい光の世界作るぞってやってて、つかジアスはやばいなこいつ倒さなきゃって倒したけど倒せなかったって本気の、まあそいつも強かったんだけどね、光の創造神みたいなね強かったけど、やっぱ刀身師匠もめちゃくちゃ強いと。そんな昔14大宇宙、まあ、大宇宙って何っていうと宇宙の意志みたいので、まあ創造神言っちゃえばちょっと単位が悪いんですけど、なら大宇宙って面白いなと思って、宇宙がいっぱいあって、その大きな宇宙、地獄の内側、その宇宙の外側にさらに地獄があるっていう適当な考え方でねあるんですけど、大きな地獄ですよね。そこに行くと地獄の経由地点じゃないけど、まあ、地獄はそっちに行くと、でかいとこだから遠いから帰れないよっていうので、そっちの方がいいかな、でかい大地獄まあ超地獄ですね。腰痛えな。まあちょっと空想ワンピースの話始めると何言ってんだよって思いますけど、別にいいんですけど、うん、恥ずかしいけどこれ好きなんだよな俺、うん、でもみんな絶対面白くない。なんでかっていうと肯定界のやつらはね悪者がいないんですよ。やっぱカタルシスが生まれない、ただ強いやつが戦ってるみたいな、それだけなんですよ。だから面白くないんだけど、でもまあ別にいいかなって思ってて、俺の自己満足だしって。で肯定会でやったけど、ジアースもやばいと、わあこいつは強いなって言って、でジアースもいっぱい強くなるんだけど、さらに帝王ってやつのもっと強い、帝王と呼ばれるやつで、この世界に皇帝ってやつが一人で、で帝王がね一応40人くらいいるっていう設定してますけど、多分40人もいません。40人くらいいた方が面白いなって思うけど、最新情報だと多分40人以上います。うん、あ、帝王の実力が40人、でもその時点でほんと十数人しかいないと思うな、一番最初の設定の時は。でもなんかロボの王とか忍者の王とかがいないんですよね。それ以外全部いるかって言うと分かんないんですけど、あ、でも俺が今精神病でもこの空想ワンピースの話だけはできる。空想ワンピースってやっぱめちゃくちゃ恥ずかしいんです。ワンピースの覇気と悪魔の能力とかそういうのをパクってね、ワンピースでやっぱさバトル見たいけど、まだなかなかバトル始まんないじゃん。だから俺ワンピーススタンピード好きだった。強えやつがね暴れるって戦うっての好きだから。ドラゴンボールみたいなんだけど、ドラゴンボールだとちょっと強すぎるじゃんって言ってるけど、俺が作ってる皇帝界はもっと強い。そもそも宇宙の時点でやっぱそのさ強いやつを瞬殺できるやついいなと思って、それはおかしいんだけどさ、まあムカつくじゃん、ユーハバッハとか、あいつをボコボコにできるやつとかさ、なんかメダカボックスなんだろうな、チートキャラみたいなやつの、おいボコ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 みたいなね、ガキみたいな発想でやってます。もうめちゃくちゃ強いです。そのあのね皇帝界って適当に呼んでますが、皇帝ってやつか、もうマジでそのみんなから見たジアースがジアースから見ためちゃくちゃ強いジアースみたいな、そのみんなから見たジアースを投影したみたいな、この世界でいうジアース、全部がねあのジアースが作ってるんで、そのちょっとプログラムされてるんですよ。だからその強いやつ、自分が強いなって思ってるやつがプログラムされてるんで、あの似てるやつばっか出てきます。同じやつしか出てこないんでめちゃくちゃつまんないです。でもジアースですら追いつかないくらい強いやつばっかりいるっていう、むちゃくちゃでしょ。ジアースもねめちゃくちゃ強いんですけど、そもそもなんか悪魔の実があって、魔王の実で、それより半歩上か一歩上に神の実っていうのがあって、神の実って言いづらいですけど、まあ、神の実がそもそもルーツっていう適当なことにしてるんですよそのジアースを作った創造神が神の能力もっとみんなに手軽にあげて覇王を倒そうって言ってて、覇王はまあ12大宇宙からね、12大宇宙前から、あ、じゃあ大宇宙何って話だった。大宇宙っていうのは創造神が生まれてから任期を終えるまでの期間っていうのが大体決まってるんですよ、うん、死ぬってわけじゃない、何なんだろうな、なんで、あ、全然おかしいな、死ななきゃ大宇宙にならないな、あまあ別にいいや、ちょっと矛盾が生まれたけど、まあそういう期間ってことよ、うん、で能力を受け継いでいく期間、
その創造神の敵行者が現れるまでみたいなのが運命っていうか宇宙の意志みたいな、見えない意志によって大体の期間が決まってる、その期間のことを大宇宙、一大宇宙って言って、でジアスはなぜか六大宇宙も鍛錬したけど、で地球の中に隠居してた創造神の能力を奪おうとしたら、あげないよって言って、あの地球神の能力をつかまされてバイバイって消えてったっていう。別に創造神はあの大丈夫なんですよ、別に隠居しても。すごい護衛がいっぱいいたけど、めちゃくちゃジアスは強くてダメだったっていう。まあそもそも刀身師匠とあれなんですよね、知り合いなんです。覇気を学んでた頃に、覇気ってものが出始めたのも神の実っていうので、覇王を倒そうと画策した創造神なんだけど、悪用するやつがめちゃくちゃ増えて、やべえってなって、じゃあ神の実ってもうこの惨劇悪魔みたいだなみたいな、適当な理由で、もうほんと適当です、悪魔の実って名前したみたいなことにしときます。で能力を弱くしたし、その能力に対する対抗手段を誰かに与えよう、んあこの武人の仙人に能力を上げようって思ったけど、その時点で師匠はなぜか多分3500歳くらい生きてるって、ただの人間なのに。なんかもう仙道みたいな、気功術みたいなのを極めすぎて、その時代でなぜか後で武の道を千年、剣の道千年みたいな、そういうことばっかしてて、もうむちゃくちゃ、もう仙人で、あこいつすごそうだな、えいってやったら想像以上にすごいやつすぎて、あやりすぎちゃったってなった。でその創造神の力と人の極みみたいなやつが組み合わさって、覇気っていう伝導率ってものがありまして、まあ俺が適当に言ってるんですけど、まあ覇気っていうのはまあ本当はね、へそから出るっていうことにしたかったんだけど、心ってここにあるっていうじゃん、胸に、俺は胸にしてる。それだとちょっと巡り悪そうなんだけど、そこからまあ気みたいなのが出る、まあ、切って精神エネルギーじゃん、その精神エネルギーを覇気に変換するみたいな。でその際に魂から出るときにだいぶ減るっていう、で体から外に出ようとするとさらに減るっていうことにしてるんです。でもその精神エネルギー1とか2とかじゃなくて、感情によって10万とか100万にもなりうるんですよ。でもなんで流れないの普通の人はっていうと、その気の巡りみたいのはすっごい悪い。気が巡る道が全く閉じてたり、そもそも物を信じるとか疑わないとかいう力がすごい大事で、信じることと疑わないっていうことを常に継続し続けると、その道の錆がちょっとずつね落ちてくっていうかね、道がどんどん開いていくんです。で最低限巡るようになる。そもそも信じるとかっていう適当な設定です、曖昧な設定ですが、なんだけど師匠はその、まあ、創造神、その時点で創造神の力ってめちゃくちゃ強いんだけど、そっから創造神の力が弱まるんですよ。そんなことで俺を倒そうとしやがってって言って、覇王が怒って、じゃあ別にもう俺殺すの飽きたから、お前弱体かなって言って、しろよって言って、弱体化してね、弱体化しなかったらすごい暴れるぞって言って、覇王が言って、あ分かりました、弱体化しますって言って弱体化するって。それが12大宇宙前の、ああ、違う、それは違う、6大宇宙前の話。で、6大宇宙から覇気とかも、その時点ですごかった。師匠に、じゃこいつって言って創造神がピンポイントやったのが師匠っていう。名前適当ですけど、ずっと思い浮かばない、こいつの名前は。名前決めるの本当下手なんて。まあ、師匠ですね、師匠。そいつが、ボーってなって、そもそも気とかもめちゃくちゃ極めて、ほんのちょっと、もう霞を食う仙人みたいな、仙人のくせにめちゃくちゃ動いてね、体を鍛えてるっていう。それ化けも技も極めてね、で剣技も武とかもいろいろ極めたよみたいな、で気功術も極めたよとかやってる大化けもん。でも最初のね、数百年とか、まずそもそもほんの数歳くらいの頃に、まあ、14歳くらいからもうそっからもずっとね、武に対して入れ込んでたけど、ああでも長生きしなきゃな、長生きしないと武を極めるのにも終わりが来ちゃうなーっていうので、気功術をずっと長生きするための技術みたいのを積みまくって積みまくって積みまくって、すんげえ長生きできるようになった、準備が整ったってなってから、いろいろ体を鍛えるようになる、武を極めるようになる。それもやりつつ、全然トレーニングじゃないですけど、鍛錬はしてたし、
剣技も磨いて、武術も磨いて、体術、呪術も、技術もね、技も全てを磨いてたんですけど、でも気功術をメインにやってた。なんでかって長生きしたいから。でとうとうもう生命期間的なものの超上位互換みたいなのが出来上がって、ほんの一息空気を吸うだけで、まあ、空気も吸わなくていいみたいな、究極的にはもう皮膚呼吸だけで息を止めてても大丈夫くらいのクラスまで行く。あ、でもそれは言い過ぎだな、まあ、霞を食うような仙人になって、霞を食っても十分運動できるまでに気功術を練り上げていったみたいな、まあ、才能がそもそもあった。師匠にそういう才能もあったし、それを気づくのも早かったみたいな。まあそもそも強いやつらが全員ね、病気とかで死んでいっていくから、老衰とかで死んでいくと、なんだかんだ言って病気でも死なないくらい周りには強いやつらがいるっていう。老衰で死んでいったみたいな。その鍛錬の途中で体が動かなくなって死んでるような化け物がいっぱいいるような環境だったんですよ。仙人を育てる環境っていうわけじゃないけど、まあすごいレベルの高いところだったんです。宇宙クラスで見ても。まあそもそも刀身がいける範囲なんで、宇宙の中心に近いですね。宇宙の中心に近づけば近づくほどすごいね。鍛錬の技術とかもすごいです。やっぱり。まあでもそういう人ってまあ重要文化遺産みたいなところあるので、あんまり宇宙の侵略でドカーンドカーンとかならないっていう。うん、まあ、そもそももう覇王がいるんですよ。覇王ってやつがいるから、共通の敵だからみんな争わなくなっちゃったんですよ、そもそもね。でも覇王が強すぎて、まあ、12大宇宙から覇王戦争ってのが始まって、まあ、覇王っていうのがまあすごい刀を手に入れて封印してた。でもなんでそれ封印するかっていうと、そのストーリーも代々なんか刀、めちゃくちゃ刀を研ぐのと刀を作る職人がいて、その職人の里みたいのがあって、でその頂点の種族がいるんですよ。代々受け継がれてる家系があって、そいつらが次に常に受け継がれていって作っていっている刀みたいのがあって、でみんなどんどん作っていくけど作り終えない。そもそも才能っていうのとかで、まあ、環境もめちゃくちゃ良いし、いい品質のものもどんどん取り揃えていくから、集まってくる場所だから、その刀を研いだり、まあ、素材をさらに加えたりじゃないですけど、良くしていくので終わらないっていう、どんどん終わらないし、そのなぜか先代の技術もなんか霊みたいのでどんどんこの積み重なっていって終わらない、ね、作り終わらない、作り終われない刀みたいのがあって、で最後の天才がもうとんでもないです。そもそもその家系のやつらもめちゃくちゃ得体っていうか、戦士、凄まじい戦士になってもいいくらいの肉体力もある、凄まじいパワーと技みたいなと才能だの、あと継承していった何かみたいな、特殊な環境の中でも全然普通の肉体よりもちょっとねしょぼいみたいな貧しい肉体のやつが、もう技術カンストみたいな、才能カンスト以上の凄まじいやつが最後になぜかね、普通はだいたい150歳くらいで死ぬって、全員さすがに、そこはなんか650歳くらいまでそいつが生きて、あのもうそれ、ただそれを研ぐだけの最低限の動きしかしないっていう、うん、そういうのの環境を作り上げてできた刀。でもその刀はずっとずっとその虎視眈々とその職人の魂とのエネルギーとか気力とか魂の核とかを吸いまくって、そのものとして尋常じゃないほどの魂のレベル、まあ、物には魂が宿るので、まあ、全員がすごい丹精込めて作っていく150年、すごい才能があるやつだったらほんの、まあ、50歳くらいでみんな極まるんですよ。うん。作ってもいいレベルにまでは到達するんですよ。凄まじいレベル。それでもすごいレベル。そっから作っていくとさらに才能も上昇していくので、その刀と向き合っていくと。で、650年、500年かけて、まあ本当はな、何十代もう続いてるだろう、刀をようやく作り終えたんですよ。で、作り終えて、その今までの魂の核じゃないですけど、幽霊みたいなやつが、まあ、全員も肩に乗っかってるわけですよ。でも怨念じゃない、純粋な刀を研ごうとするみたいな、作ろうとする意志みたいのがもう全部その魂、俺は魂の核っていうようにしてるんですけど、最近よく言うね、その核も気力も全部がズズ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 って魂、あ、剣に、凄まじい完成した剣に入り込んで、あの尋常じゃない魂を持つ刀っていうのができたよっていう、
物としての魂のレベルは、そもそもいいものには凄まじい魂が宿ってる。いい、より良い魂というか強度の高い魂が宿るんだけど、個数も何個もが混ざったとんでもない超強度の魂で、意志すらも持ち始めると。で、そこからそのあらゆる宇宙の魂のエネルギー、精神エネルギーと魂の核を吸いまくるって、ブラックホールみたいになって、どんなものもやっぱ魂をスーッて、精神エネルギーてか魂のエネルギーも吸われていって、魂の核も吸われていくから、物がどんどんね、もう消滅していくんですよ。魂がなくなって、まあ気力がなくなっても別に大丈夫なんですけど、魂の核がなくなったらその原型をとどめることができなくなって消失するみたいなのになってて、完全に吸い取ってギュ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 ってなって、やばいことが起きてるみたいな。宇宙丸ごと飲み込んじゃった、大宇宙じゃないですか、ちっちゃい宇宙でも、そこそこのデカさの宇宙丸ごとのすごいいろんな生き物とか神すらも飲み込むっていう、破壊神の神すらもいくつか飲み込んでるっていう、そんなやばいのがあって、マジでやべえなってなって、創造神自ら言って、まあその時はまだ強い時代なんで、うん、まあ、12大宇宙よりも前ですよね、多分13大宇宙前くらい、14大宇宙前にはもうあの光の神は引退してるのでっていう設定です。で、13大宇宙前くらいによしって封印して、そっから封印してるよっていう代物なんで、それを覇王が手に入れて、じゃあ覇王って何の能力なのっていうと、こいつのこの刀と似たような能力で、単純にその強さが極まって、素でソルソルの実のような力が使えた。物に魂、自分のね、濃い魂のエネルギーみたいのを与えて、その超えさせる。レベル、魂のレベル、栄養を与えて刀を強くするみたいな。そういう力で、超えさせて、超えさせて、いい具合になったその魂を自分、覚悟と吸う。自分にエネルギーも吸う。で、自分の魂をさらに強化するっていう謎の能力。まあ、単純にそいつのね、威圧みたいな強さが大きく極まってできる謎の能力みたいな、それによっていろんな生き物や物、いいものですね、いい刀とか魂の自分のエネルギーをね、持つだけでギュンギュンこもっていくんですよ。で、それ以上入らないってなって、ギュギュギュってなって、あと自分の魂の核、どんどん魂の核ってね、まあ、でかくなるんですけど、覇王はその、まあ、すごい人でもビー玉よりちょいでかいくらいみたいな設定なんですよ。普通の人の中ですごい人だったらね。でもまあめちゃくちゃ、でもそれでもビー玉くらいなんですよ。覇王は体全体がその、の縁を取るように、縁、体の形に沿った魂の核を持ってるんですよ。そんなでかいわけがないんですよ。で、魂の核の密度も質もね、あのデカさもどんどんギュ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 ってどんどん進化していくんですよね。やっぱりその神を飼ってるっていうか、破壊神とか強いやつと戦うと、そいつはなぜかその自分の感情とか戦いの陶器みたいのを食って魂をでかくするたちらしくて、一応まあ、あやふやな能力なんですけど、そういうやつがいたよって。で、その刀をとうとう手に入れたって。もう、何億人、何兆人、何系、何系人とかじゃん。あらゆる物質の魂のエネルギーや魂の核を、結集っていうかね、まあ、食って育ったとんでもない刀。封印を解いてね、自分のものにしてしまった。でもその時も自分の魂がすごい吸われそうになるんだけど、覇王も、そっからもう戦いみたいになって、自分の魂のでかさをうおーってどんどんでかくしていく、密度も量もどんどん質も上げてって、刀がこれ以上食えなくなったってなった時に、完全に自分のものにしてしまったって。まあ、そもそも魂の強度が肉体の強度だし、魂のでかさが体のでかさにもつながるんですよ。比率なんで、絶対的な比率はあるんですよ。一定以上のね、あの比率を超えてしまうと体がでかくなってしまいます。心臓以上のでかさですね。でも、心臓以上のでかさに魂の核がなることはないです。ないっていうのは、その宇宙の世界でね、東欧とかそいつらはめちゃくちゃでかいです。まあ、東欧の体のでかさが多分、最初期の設定、
15m くらいあるんですけど、ジアースよりでかいやついいなって思ってて、でもそれはないです。ないってことないでしょうかな。一応ちょいでかにします。はい、9m くらいにしておきます。うん、それくらい。まあでも骨どうなんだよって話だけどね。よくよく体がでかくなったら、あ、それはあの武王の技でね、武王って刀剣の刀の下にいるやつなんですって。あー、でももうちょっと話したいな。今度は空想ワンピースについてどこまで話せるかみたいなね、そういう話したいな。ちょっと無限に話せるんですよ。じゃあそうします。じゃあね。